はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は B 級1組順位戦の結果速報及び藤井三冠の昇級確率を考えていきたいと思います。まず動画の前半で6回戦までの振り返り、そして後半で7回戦以降の対戦表を見ていきます。昨日で大半の棋士が12局のうち6局、ちょうど半分の日程を消化して折り返しとなりました。まず5連勝だった佐々木七段は木村九段を見事な内容で下して首位キープとなりました。最近では自身初となる実力レーティングトップ10入りも果たしておりまして、まさに勢いと実力を兼ね備えた素晴らしい勝ちっぷりを見せております。藤井三冠とは C 級1組から B 級2組、そして B 級2組から B 級1組へと2年連続でアベック昇級しておりますので、3年連続でアベック昇級なるかどうか、そちらも注目されております。そして2位の千田七段は屋敷九段を下して1敗キープとなりました。藤井三冠も横山七段をほぼノーミスの完璧な内容で下したんですが、上位2名が勝ったため3位変わらずとなっております。全勝が1名、1敗が2名というかなりハイレベルな昇級争いとなりました。3人とも勢いも実力も兼ね備えた棋士ですので、ここから大崩れっていうのはちょっと、ないかなと予想しております。昇級枠2名ですので、少なくともこの3人のうち1人は脱落となってしまいます。今のところ佐々木七段と千田七段の2人が昇級圏内となっております。また順位2位の三浦九段が郷田九段に勝って2敗キープとなりました。現在3勝2敗でございます。三浦九段は順位がいいので、このまま2敗をキープしていけば十分逆転昇級のチャンスがあります。そして3勝2敗だった稲葉八段、郷田九段、屋敷九段、横山七段は全員敗れて一歩後退となりました。上位3名の勢いと実力を考えると、もうこの稲葉八段から近藤七段までの3回勢はもう昇級に向けて1敗もできないという状況になっていると思います。そして昇級候補と予想していた木村九段は佐々木七段に敗れて1勝4敗となりました。昇級どころか降級の可能性まで出てきてしまうという状況になっています。また0勝4敗同士で久保九段対松尾八段が対決したんですが、こちらは久保九段が制して初白星となりました。で現在は久保九段、阿久津八段が1勝4敗、そして松尾八段が0勝5敗で降級圏内となってしまっております。ということで藤井三冠の後半戦の組み合わせや注目カード見ていきます。まず7回戦ですが、郷田九段との対戦となりました。郷田九段といえば羽生九段と何度もタイトルを争った非常に怖い相手で、展開がハマると誰も勝てないような圧倒的な強さを50歳を超えた今でも持っている非常に厄介なベテラン棋士になります。かなり厳しい相手になるんですが、しかも後手番ということで、この7回戦大きなポイントとなるかもしれません。そして8回戦は過去2勝0敗の松尾八段と対戦、9回戦は過去4勝1敗の近藤七段との対戦になります。近藤七段には順位戦で初黒星を喫しまして、その結果9勝1敗だったにもかかわらず頭跳ねで昇級を逃したという過去もあります。そして10回戦は抜け番で、11回戦、現在5勝1敗同士の対決となる千田七段ですね。ここがかなり大きなポイントとなると思います。過去4勝1敗と相性のいい相手ではあるんですが、AI 研究で磨き上げてきた圧倒的な序盤力っていうのが、やっぱりこういう戦後のもともと決まった対局において大きく発揮されると思いますので、簡単には勝てないと。序盤で差をつけられてしまうと、もう千田七段の中終盤力を考えると逃げ切られてしまいますので、かなり大きな対戦になると思います。そして12回戦は阿久津八段戦、過去の対戦成績2勝0敗。そして13回戦は1勝1敗の、こちらも昇級候補同士の対決となる佐々木七段戦が組まれています。展開次第では、この13回戦が昇級決定戦となる可能性も十分残されています。その他の見どころといたしましては、この10回戦の佐々木七段対千田七段戦直接対決、そして現在2敗の三浦九段が8回戦で佐々木七段、9回戦で千田七段と当たっておりますので、もしここで三浦九段が連勝してくるようだと一気に昇級圏内に浮上してきます。ということで藤井三冠が昇級できるか否かというのは、やはり、この11回戦と13回戦、この直接対決に大きく、ということで藤井三冠が昇級できるか否かというのはこの11回戦の千田七段戦、そして13回戦の佐々木七段戦に
大きくかかってくると思います。まあ、いつもの B 級1組だったら、9勝3敗だったら大体昇級できるんですが、今期は佐々木七段と千田七段という、まあ、とにかく実力も勢いもあって強い先生が好成績で来ておりますので、まあ、おそらく9勝3敗だとちょっと順位的に考えても千田七段より下ですので危ないかなと、そういう気がします。まあ、例えばここから千田七段が残り4勝2敗で9勝3敗、佐々木七段が残り4勝2敗で10勝2敗となりますと、9勝3敗で千田七段と藤井三冠並ぶんですが、頭跳ねされて昇級ならずという展開があります。まあ、ということで、おそらくここから、昇級に向けての安全圏は5勝1敗以上となると思われます。まあ、5勝1敗以上っていうと、いくら藤井三冠といえどもこの強敵相手に結構難しい数字になってくるんですが、まあ、特にやっぱり千田七段、佐々木七段、そして近藤七段は実力レーティングでもトップ20に入る強豪ですので、また佐々木七段はトップ10に入る強豪ということで、非常に難しい戦いになってくると思います。ちなみに期待勝率で考えると、郷田九段、松尾八段、そして阿久津八段戦は期待勝率9割以上、そして近藤七段、千田七段相手には約8割5分ぐらい、そしてまあ、今この中で一番レーティングが高い佐々木勇気七段相手には約8割2分ぐらいという期待勝率になっております。ということで、藤井三冠の昇級確率をざっくりと考えてみたんですが、まあ、順位戦で戦後が決まっていて狙い撃ちされる可能性があって、まあ、ちょっとレーティングを元にした期待勝率よりは少し低くなるのかなということを加味して考えても、まあ、大体 7,8 割ぐらいの高確率となっています。なので、まあ、藤井三冠が昇級する確率というのは、おそらく8割以上はあるかなと思われるんですが、やはりこの千田戦、そして佐々木戦が大きな鍵を握ってくると思われます。まあ、ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。皆さんの B 級1組昇級者の予想なども、ぜひコメントしていただけると幸いでございます。まあ、ちなみに、私の最終的な昇級予想としては、やはり佐々木七段と藤井三冠が3年連続でアベック昇級、A 級に昇級するんじゃないかなと予想しております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。